ビットコイン大暴落中だけど今日はビットコインの開運日こんにちはゆるふわです本当なんです本当に今日開運日でそうなんですよその前にですね、ちょっとね仮想通貨マーケットどれぐらい荒れてるんだというのをね一緒に見ていきたいと思うんですけれども全面真っ赤ですそうえーみたいな <laughs> あれみたいな感じで みんなね本当にビットコイン10万ドルもう行くよねそっからトゥーザムーンだよねって思っていた方たくさんいらっしゃると思うんですけどそんなに甘いマーケットではなかったということを痛感させられる、えっと、昨日昨日今日昨日今日 <laughs> となっていますそれではねちょっと価格見ていきたいんですけどはいゆるふわのおすすめバイビットです これからビットコイン始めようかな仮想通貨ちょっとね参加してみちゃおうかなって思われている方現在ねビットコイン現在バイビットはい新規登録で、えっと、5050USDT のウェルカム特典ゲットできます。 日本円で約76万円相当のウェルカムギフトとなっておりますのでぜひ皆さん今のうちにねこのギフトゲットして、はい、初めてのビットコインスタートさせてみてくださいで今ねこういった感じでこれあのバイビットなんですけど、はい、ビットコインの価格現在は9万7194ドル推移していますが24時間内の最安値 9万3888ドルになりました。えー、みたいなここ見てください、この下ひげね、ここです。ここが、えー、と9万3888ドルだったということで、24時間の最高値です。高値はそう、10万、えー、と500ドルということでね、ここに行ってから 一気に急落した状況となっています。24時間の変動率まだね。でもマイナス2.4%まで戻してきてくれてます。どうなるんだ？これからビットコインということなんですけれども、はい、今日ですね。ええー、と、オーシャンコミュニティの方でえっ、ー、と仮想通貨トレードの勉強会あります。 日本時この時にですね仮想通貨トレーダーにもう直接ねおい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 とビットコインどこまで下がるんだと <laughs> どこまで上がるんだとかねこれからそうみんなクリスマスラリーが来ます絶好の会話だとね私はめちゃくちゃ今日ポジティブに捉えてるんですけどそうしかも開運日だし。 この後お話しするんですけど、めっちゃポジティブに取られてるんですけど、まあなんかそういった内容もね、あのー、日本時間の9時から <laughs> 話します。<laughs> みんなでね、わいわいと話す、えっ、ー、と、ズームウェビナーとなっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。リンクに関してなんですけれども、なんか分かりにくいですよね。あとね、はいあのー、仮想通貨の税金に関してはね、必ずチェック。 しておいてくださいね。そうこの動画ねチェックしておいてください。矢崎会計事務所の矢崎さんが直接ですね、仮想通貨に関してのまあ、節税のテクニックだったり、えっと課税のことだったりとか、本当にわからないことに関してのそのユーザー様のご質問に本当にあのー、答えてくれている動画の内容となっています。こんなね素晴らしい動画はないと思っているんですけれども再生回数が少なくて、そうとっても悲しい。みん みんな見てね、本当にね確定申告あるしバタ,バタ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 とねこう急ぎ足になる前にあの見ておいていただきたいのな嬉しいなとゆるふわは思っていますはい続いてこの上、ね、概要欄の下のところにここね仮想通貨コミュニティというところであのディスコードとありますねここクリックいただくとはいコミュニティに参加できますここで参加してえっ、ー、と日本時間の夜9時ですねここのねはい イベントここちらですこちららででですす参加ができます、はい、みんなで語りましょう。ということでそのメンバーで雑談部屋のところであのおにぎり会の、ね、会長様がですねそうあの結構すごい占い詳しくってなんか聞いたんですよ。なんか占いでねどんな感じですかビットコインみたいな仮想通貨マーケットどうなりますかねみたいな、まあ、これ本当にユーモアで聞いてます。ユーモアで聞いたららなんかねこちらの あの回答を、ね、してくださいました。ありがとうございます。そう12月はねフェイクニュースに注意などもあるということで、皆さん必ず気をつけてください。また、終わらせて始まるあるところからないところへとね、使う月でもあるということでね、かなり難しい月みたいです。<laughs> そして、火から関連する銘柄から。 水に関連する銘柄に流れ込むえ水ですか <laughs> この後はねあの水情報を見ていきたいと思いますあとね水ミームについてもねちょっと見ていきたいなと思いますはいぜひ皆さん勉強会参加してみてくださいで今日はえっ、ー、と最強の開運日となっていてこれはねあのすての方に当てはまるんですけど。 三号のの日というのがあります。で、これがえっ、ー、と今年は八月と十二月にあるんですねあったあった, <laughs> あったんですけど十2月十二月？もう八月終わっちゃったんですけどえっ、ー、と十二月に関しては十二月の十日、二十二、来年の二千二十五年の一月三日これが三号の日と言われる最強の開運日なんです。 これを聞いておっとみたいなでおっとおっとと今ビットコイン大暴落仮想通貨マーケット大暴落中だけど最強を買い運びということで私はスーパーポジティブにですねあの買い買い買いでね はいいいいいい行きたたとと思思まますす今 <laughs> 今日ね今日ねめっちゃ買いたいと思いますもうすでに買ってるんですけどはいそういった感じであの 1, 1個のねこうユーモアとして、まあ、こういったのもあるんだなみたいななんかこうこういったこうビットコイン買うだったりとか仮想通貨を買うってこうなんかのなんていうんだろうなんかこう背中を押してくれるようなね何かがないと買えない時ってあるじゃないですか誰にもわからないこのボラティリティの中でね そうなので1個のその自身の背中を押す1本を押すみたいなっていうアクションをこう後押ししてくれるのが、まあ、今日の最強開運日かなとね個人的には思っています。<laughs> そうであとね昨日発見したんですけど皆さんいや皆さんねそうテスタさんって知ってますかね テスタさんあの本当に有名な投資家のお一人で累計利益100億円と言われてます。すごすごぎませんで手元であの、ね、これなんか2つの説があって、えー、と手元ね300万円からと書いているところと800万円からと書いているところがあったんですけどだい、まあ、体まあ300万円から800万円ぐらいの、えー、と手元の資金から。 累計100億円を投資であの利益を、ね、生み出したということでとても有名な方なんですけれどもその、ね、テスタさんがね昨日見たんですよそう意外とその仮想通貨マーケットというのが株式のマーケットにそんなにこう関係性がなかったとかそういった影響がなかったけれどもそう下落の連鎖みたいなものが、ね、だんだんこう紐づいてきて。 だいそう無視ができない存在になってきたということをこの中でテスタさんが語られていましためちゃくちゃポジティブじゃない <laughs> というのであなんか、ね、1個の参考までに見ていただきたいなと思います、はい、あとコインベースなんですけどコインベースの株価の、えー、と目標株価引き上げられました420ドルに引き上げということで アルトシーズンが業績を引き上げる予測とということでね、コインベースの株価は今年すでに95%上昇をしており11月のトランプ氏の当選後に急激な上昇を見せたとこれからも上がるのではないかということでね。そう まあリスクヘッジとして仮想通貨まあビットコインだったりとかアルトコインだったりとか仮想通貨の,そのトークンだけにねこう投資を行うというのもまあ,ありではありだと思うんですけどリスクヘッジとしてこういった関連性のあるえっと米国株だったりとかまあ日本株でいうとねちょっとこの後お話しするんですけど今話しちゃおうかな。 今話しちゃおうかなはい現在、メタプラネットが保有しているビットコインの量がですねはい透明になりましたということでこちらなんですけれども、ね恐ろしい、わ恐ろしいビットコインの保有量、なんと 1142.29BTC、30日間でプラス 124.12BTC ということでね。 この30日間の 124BTCC、C、<laughs> なんと日本円で18億円相当になります、現在のレートでね。え一1ヶ月で18億円ってすごいですよね。これもね、目が離せないなと思いますし、あの1個ね。 あのメタプラネットに関しては、まあ、日本株の方で、あで日本株としてねあの取引が可能となっていますでこのゴールドだったりとかね今そうそうそう今ねそう中国の金融規制の緩和があったりとかして昨夜からね結構ゴールド動いてるんですけど、まあ、ゴールドだったりとか、えー、とコインベースだったりとかね あとはメタプラネットとかねあと,あとはその為替ドル円だったりとかっていうのはバンテージおすすすめです、はい、バンテージ初心者の方でも安心のゼロカットシステムということでそう強制ロスカットが間に合わず口座の残高がマイナスになってしまった場合でもそのマイナス分をバンテージさんが負担してくれるという、ね、安心のシステム備えられています。 はい、こういったのもすごくね初心者の方には安心なポイントかなと思いますのでぜひこれからね、まあ、コインベースだったりとかメタプラネットだったりとか、まあ、ちょっと中国情勢的にもゴールド動いてきたぞみたいな <laughs>。 はい、思われる方はぜひ今のうちにバンテージの講座解説をしてねちょっとねポチポチポチっと押してみてください現在ねキャンペーンを行っていて最大150万円相当のボーナスもいただけちゃうということなのでぜひいただけるね特別なリンク YouTube の概要欄コメント欄の方に添付しております公式のリンクとなっておりますのでぜひそちらご活用くださいはいということでですね テスタタさんのの話話ししししたたででょょメタプラネットの話したでしょ私ねう忘れちゃうからねいつもメモ書きしてるんですよ、本当に。はい、そういえばですね、はい、重要な経済指標発表を控えています。水曜日から結構続々とあるんですけど、水曜日がえとアメリカ、消費者物価指数の発表を控えています。 で次,16だね、次が16、十六ってどこ、16、来週か、来週の月曜日に、えっ、ー、と、PMI、PMI の発表を控えているのと、あと、これも来週なんですけど、17日にね、どこ行った ?17 日に、えっ、ー、と、小売売上高の発表、あとが、えっ、ー、と、19日ね、19日、来週の木曜日。 FOMC 控えていますなんかこういった感じで結構なんていうんだろう。はいということであのこの2週間重要な経済指標発表がめちゃくちゃ控えていますね暴落してる重要な経済指標発表あるどうしたらいいんだーってなってる方めちゃくちゃ多いと思います。 私もその一人。そうだからこそ今日、あのー、コミュニティのの、ね、勉強会でいろいろと分析を、ねあのー、参考に聞きたいなと思っています。はい、ラブスイーということで水が、ね、素晴らしいいことになってきてきますべてのブロックチェーンの中で、ね、最高の、えっと、ネット流入を記録ということで、ね、流入が、ね、一番水が、スイが今いいんです。今いい そうスウィーでアービトラムあとソラナベースもねそう結構注目されてると思うんですけど今この順番になってきていますでこの一番下一番下見てください衝撃じゃないですかイーサリアムボーンみたいな <laughs> えへへへ という感じで、スイが今凄まじいスピードを見せてきてくれています。まあスイもね、あのラブすぎてですね、そうあのスイカラー、今日もスイカラーね、<laughs> スイカラーでお届けさせていただいてるんですけれども、えっとね、スイミームというのも結構伸びてきています。このね、スイミーム1個、えっとね、L O F I、これなんて読むんだろうね、ロフィでいいのかな？ 間違ってたらごめんなさいね。ロフィーかな ?LOFI なんですけど、このミームも結構注目されてきています。で、今ね、あ,のあまり取り扱いしている市場数がないんですけど、やっぱり、もうミームといったら、メクシーです。メクシー最速でもうすでに上場しています。なので、こういった、 あの水の下のミームだったりとか、まあ、今ね、まあ、全然違う空のミームとかも本当に、ね、あのたくさんあると思うんですけどねあっ載ってるね人気急上昇載ってるっていうのでねそうこういったなんかちょっとマニアックなミームというのが最速で上場するのがメクシーとなっていますなので結構メクシーで購入しとくとその先行者利益というのが獲得しやすいようなね スタイルスタイルってかなんだよそのメクシーで購入しておくと結構その先行者利益をね獲得しやすくね結構なってるんですよ。そメクシー上場しますなら次ね、えー、とビットゲットだったりとかバイビット上場しますで次バイナンス行きますみたいなねこういった流れが一例になってるんですけどこの階段の中で 価格が上がっていくというのがね。そうなんとなくね。そういった流れになるんですよね。そう <laughs>、全てが全てじゃないでしょじゃないんですけど、まあそういった傾向にあるということでね。はい、今のうちにミーム波乗りしたいなと思っている方は、あの是非メクシーを。 あの使ってみてみくださいあのメクシーに関しても、えっと、YouTube の概要欄コメント欄の方に最大の、ね、ボーナスいただけちゃう特別公式リンク添付しておりますのでぜひそちらをご活用ください。ということで今日はねもう自身の,そのクリスマスラリーに向けての、ね、投資もうガン,ガンねあの準備じゃなくてもう準備してたものを実行するっていうね日にし,ますしています。<laughs> はいまあ、ちょっとね、い参考までに、こういったね、あの自身をね、後押ししてくれるような、まあ、ビットコイン最強開運日というのもね、あるんだなみたいな感じで、はいあのー、一歩の後押しのアクションとしてね、今日という日を選んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで、ゆるとも、今日も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。ファンンクラブメンバーシップ金曜日の 夜9時半かな9時半10時頃予定しています。はいぜひねたくさんのゆるともにお会いできること楽しみにしております。なんかねちょっとあの顔出しについてもあのー。 ファンクラブメンバーシップのゆるともにあのすごいご相談をねさせていただきたいなと思っています本当にそう別にねなんかね堅くに顔出しをしないとかいうあの気持ちではないんですよねそうでもなんかもう今更感もあるしマスク外して 批判を受けるるのもすすごくね怖いなな思ってるんですよなんか「ええー、思ったよりブスじゃん」とかえ「全然可愛くないじゃん」とかって言われるの結構ショックだなと思っていてそうだったらもう今までのスタイルで貫いた方がいいのかななんてもね思いながら「はいあの今日までおります」なので是非ねあのファンクラブメンバーシップのゆるともあの一緒にねあの語っていただきたいなと思います。 はい。それでは皆さん素敵な火曜日の夜お過ごしください。バイバーイ。